ジャスト株式会社代表関正樹です。今回お話はね、こう人間 のなんて心の問題の話なんですけども、はい、こう一回こうなんていうかな、例えば、まあ、いいとか悪いとかっていう話なんていうかな、もう、まあ、調子いいと、はい、調子いいっていう風になる、ちょっとね調子がいいですよ、あ、ここじゃない、うん、まあこっちでいいか、まあいいや、調子いいですよって なった場合、まあ、こなんかねこうプラスが違うかな、こうか、調子いいですよってなると、これ、まあ、プラス側が重くなるし、はい、でね、やっぱりね心とか、まあ、心だけじゃないと思うんだけど、全体的にねこれがまた引き戻そうとするんだよね、はい、で例えばね、うんと調子がいい時ってすごい悪い夢みたいね、うん、こう怖い夢みたいとかする、はい、でこう下げようっていう力が働くんだよね、はいはい、うん、でも調子いい時続いてもらいたいじゃんね、はい、で人間頑張るんで、はい、それが努力なのかもしれないよ、分かんないけど、これどうなると思う？僕はより頑張れば頑張るほどマイナスの力が強くなって、バランスと取ろう取ろうと、そうそう、どんどんこう来るでしょ、そう、はい、そうなると、でね、最終的には多分ね、これそのものがぶち壊れる。ああ、はいはい、うん、うん、はい、だから努力がいけないんですか、そういう話じゃないんだけど、うん、はい、やっぱね、こうでやっぱね、こう頑張るでしょ、そうするとやっぱこっちマイナス、だから風邪ひいたりとかね、はい、でそんな休みはいいんだよね、うん、また頑張らなくてさ、はい、こうやっぱね、こうあるがままにね、こうブラブラしてるといいかしら、はいはい、うん、うん、なかなかさ、頑張れ頑張れっても大変だよ、これもぶち壊れたら話になって、うん、はい、夫婦関係なんかもさ、そうだよね、はい、だからこう、うん、よくしよう、はい、よくしようって言ってやってると、もうそれどんどん溜まってって、はい、なんか俺そのうちもうこれがぶち壊れ、一気にぶち壊れる、うん、それよりもまあちょっとね、はい、普段結果いろいろしてもさ、こうブラブラブラしてたわけさ、はい、持つんだよね、はい、うん、でこれ一つのあれだよね、これ なんかこう なんかイメージ的に分かるよね、はい、分かります、うん、こう考えると分かりやすいっていうか、うん、どうやって生きていくのが知恵があるかとか賢いかっていうことだね、はい、うん、だからさ、頑張れ頑張れってなんかわけのわかんないこと言われてさ、うん、こう周囲の人からさ、また頑張ってたらぶち壊れるで、はい、うん、よくないよね、はい、そんなところです、どうもありがとうございます。